ミッキーマンドリンが最後に向かいます。スムーズに収まりました。体制完了、スタートしました。ちょっとバラッとしたスタートを先行争い、まずは押して5番のアズマピアサー内から出ていきます。間からは7番のベラマレーナ、さらに11番のコパノステラート、ベラマレーナ花に立って11番コパノステラートが2番手、それに12番ラバクール並んでいきます。4番手外から14番イザベルローズ、それに10番リンガスビンゴ、さらに3番ゴロンドリーダも後に取り付いて、最内追走5番のアズマピアサー1コーナーです。コーナーワーク7番のベラマレーナ花を取り切って半馬身のリード、2番手11番コパノステラート、半馬身外12番のラバクール、2コーナーから向こう正面に入ります。2馬身相手14番イザベルローズ、直後10番リンガスビンゴ、その内から行ったのが3番のゴロンドリーナ、最内5番のアズマピアサー、直後に15番ミッキーマンドリン接近します。1馬身中段インコース6番マカロン、2馬身相手1番の大勢さら上がっていきます。4番トラソニアータ、内からは2番のノノレタ、2馬身差8番パワースピネル、それを内からかばす13番ケイツーリラ、最後方9番ウィーキャンという体型。各馬第3コーナーのカーブを迎えます。前固まってきました11番コパノステラート、わずかに先頭に立ちました12番のラバクール、さらに14番のイザベルローズ、3頭が固まって4コーナーのカーブ、ベラマレーナは交代、変わって10番リンガスビンゴ、4番手に上がって400を追えた。第4コーナー3頭並んで直線に入ります。先頭11番コパノステラート、外からイザベルローズ、間には12番のラバクール、さらに外に出してリンガスビンゴを追ってきた。200を切って粘る11番のコパノステラート、外からイザベルローズ、さらに外10番リンガスビンゴ、今2番手に上がって前を追ってくる。3番手争いにオースト13番ケイツイラ突っ込んでくる。先頭11番コパノステラート粘ってゴールイン。